吉さん、話を聞いていてねやっぱ振り返ってあの吉田さんのね気持ちの変化っていうのもちょっとこう分かるところがあるなと思ったんでね返信動画なんですけども、えー、今回のテーマはですね、えー、頭っていう感じですよね、あのー、結局グループ会社の中で一つの会社一つの部門を任されている部長なり支店長なり社長っていうのがいますよね支社長と言ってもいいですけども。で、でどっかでね、自分の後ろに 自分の頭に誰かがいるっていうふうな気持ちを持っているとうん,なんかねその赤字になった分だけずっと積み立てていけばその積み立てた赤字の分を誰かが持ってくれるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうところがあるんじゃないかなと思うんですよ。いやでもね自分で一人で頭になって事を起こしてみると自分の損失は誰もかぶってくれないってことを当然わかるんですよね。だから、帳面をつけていていも それ払うの誰って感じであ自分だよねってことになりますでも任せた部門で赤字を勝手に出したやつの帳面を見てねそこでじゃあここに建て替えがあるんで生産しなさいって言ってそれを生産したらじゃあ果たしてねその一つの部門一つのプロジェクトを任したその担当者部長なり社長当時の吉谷さんですけどもその人にとって何かいいことあるのかなと思っちゃうわけですよ。 一つは、厳しさを教えるため。一つは、あの、やっぱり社長として、ビジネスをやる人間として、当然のこととして、経費を取り返すのは自分自身でしかないんですよね。これはね、一営業マンだって同じなんですよ。営業に行ってきて、営業成績ゼロでした。ね。一日の経費、会社が持ってくれて、で、成績の出ない社員に、最低保証給みたいなのが払われるとしたら、それは当然じゃなくって、単なるお情けで、 ビジネスマンとしては恥ずかしいことだと思わなくちゃいけないんですよね。自分が立てた売り上げでもないのに、誰かが立てた売り上げを、まあ、かっぱらってきてるわけなんですよ。うん。まあ、ある意味ね、修行中がしょうがないところがあるでしょう。半畜の素人のうちはね、そういうことされても。でも、ことを自分でビジネスをやってるという意識なのに、お金に関しましては誰かに面倒を見てもらおうっていう気持ちは、それはビジネスうまくいかないですよね。いや、死んでも売り上げつからないとっていうふうに、 思えるような、まあ、吉田さんが鹿児島に行ってね最初の誕生日キャンペーンの時の気持ちでずっと元いたいグループ会社にいたら何かしらの形で売り上げ立ってたと思うんですよね。でもきっとね当時っていうのは、うん、紹介案件もあったと思いますけども紹介案件を精査せずに、まあ、本当に作業のようにマトリックスアフェルトはじめねいろんなものを紹介していたんではなかろうかというふうに思うんですよね。それは買った人との 摩擦も避けられないですよね、うん、だその紹介はしたけどもそのコンテンツの中身はよく分かんないよって妙な言い訳になっちゃうわけですよ。そんなものを紹介すんなよって話になりますね買った方としては。無責任極まりないっていうかね。いや紹介しただけだ情報流しただけだみたいなね。紹介する以上それなりの,あの確証裏付けを持ったというふうに思うから話聞くわけですから。で動画をね何本も見て これを買おうと決断して時間をロスって金までロスってでこれどうなってるのって聞いたらわかりませんみたいなね信用すらロスるわけですよねお互いにそういうところから多分吉田さんは今ね商品が売れる売れないは普段の行いがすべてだしましてやねグループ会社のその自分の頭の上にいる人が誰もいないわけですからその人のせいにするわけにもいかないし売上が立たないのは誰が傷付くかって言ったら当たり前のことだけども自分自身ということなんでね うん、それはだからどんな人にでも一社員であった時からそれを思わなくちゃいけないことなんだろうなと思うんですよね。ただ給料をもらっちゃったりとかねあの月末にお金が振り込まれてるような、まあ、専業主婦とかやっちゃうとお金のありがたみなんて全く分かんないですよね。だって自分が作ったわけでもないお金が投じられるわけですから。とと一部ね偏見も込みであえて言いますけどもなんか専業主婦の。 給料をなんか換算するとね、年収に600万ぐらいだっていう人がいるんですよ。じゃあ600万ぐらいだと思うなら、その主婦というねスキルを持って社会に出て自分でやってみてくださいと。600万であなたの主婦のスキルを買ってくれる人が果たしているかなってことですよね。うん、だからね、希望的観測を言っても全然ビジネスの世界では誰も振り向いてくれないんで、あ確かにそうだよねっていう風な弁説じゃなくて実績を示さないといけないんですよね。 実績を示すというのは要するに本当にお金を持って帰ってくれたってことなんですよ。自分がやったことに対して誰かがお金を払う人がいたってことなんですよね。えー、これちょっとね、イラストレーターさんの話もね、ちょっと聞いたことがあるんでお話しますけども、まあ、イラストレーターはね、自分の魂を込めて絵を描いていると。で、それをお金に変えてるんだよっていうふうに言われる方がいますけども、自分の作品で自分の暮らしを成り立たせている人がほとんどいないっていうところが、なぜかね、いつも抜け落ちてるんですよ。それは一枚描くのにね、 何日もかけたりとかねすると思うんですよ、うん、一枚の絵を描くでその絵をまあ出品なり販売なりするとしてじゃあいくらで売れるんだろうなってことなんですよやっぱり絵の分かんない人には売れないよねっていうね言い訳がついてもあるんですよ <laughs> なんだそれみたいなね <laughs> じゃあ絵の分かるようなその絵を描いてる友達に売ってみなってことですよね結局ねあの自己肯定がこういうところでも邪魔をしてくるんですよね もう自己肯定感っていうのは自分はこうだろうと思ったことが正しくないってことが結構あってそれは自分が頭にいないからかと思うんですよあの。さっきの絵にしても売れなければもう今日のパンすら食えないとかね携帯も今日止まるみたいなねそういうふうな位置にいるのかなってことですよ。やっっぱ誰誰誰かかかががが電気代をを払ててててくくれれご飯を用意してくれて誰かが 税金を払払っっててててくくれれ誰かが社外保険を払ってくれてみたいな環境それでしかもそういうのが恩恵を受けてることが全く見えずによし頑張るぞってやるっていうのは本当にねあの空虚だなと思いますしあのまあ結局サラリーマンをしていてもアルバイトをしていてもフリーランスでなんかねイラストレーターかなんかじ分かんないけどやっていても同じなんですよねだから自分のパフォーマンスが社会にいくらで買い取られたのかってことに目を向けると全然だってことに気付くわけですよしかもそこに 自分なりにこれ、ね、あのケツを持つこともできないっていうねいざとなったら誰かみたいな顔がちらつくんですよ困ったらこの人みたいなね違うんですよ全部自分なんですよねでそういうふうに思えて行動できるか否かが頭と頭じゃない人の大きな違いでどんな小さな組織もどんな大きな組織も頭は一人なんですよねはいということで 今はね、吉谷さんも私も一人会社の一人頭ですね、うん、やっぱこう震えるような緊張感ありますけどもでも人に何かをすするって本当に無駄なんですよ、うん、なんんでよかその指示や指導がねきちんと受け取ってもらえるかどうかっていうのにものすごくエネルギー使うしで結局それを指示の 意味を展開する力がななくいいけないんですよね。で、それを思うと最初の話に戻りますけどもグループ会社の会長が何らかのミッションを出してそれをそれぞれのセクションの社長が分析して分解して展開してで自己完結して利益だけ予算として会社の方に上納するそして自分の暮らしも借金なしで成り立たせてそのよくわけの分かんないね変な社員もちゃんと食わしてるっていう図が。 経営者の最適な姿なんだろうなと思うんですよねそういう意味で言うと私もそうですけども人を扱う力量はなかったと自己肯定感なくきちんと自己否定感を持って認めないといけないんですよね私たちは吉谷さんもね私もね社員や部下を扱える技量はなかったわけなんですよでもっといい言い方をすれば人に何かをやらせるよりも自分でやった方が確実で早いっていう ことなんですよねだからそっちをこれからも選び続けるでしょう以上ですいってらっしゃい